国際化というのが全ての人に押し寄せてきているというふうには私は思ってないです。つまり日本はとてそれはそれでとても気持ちのいい国だし、日本の経済も大きいですから、日本の中だけで生きていこうということは十分に可能なことだと思うし、できると思います。ただリーダーとして生きていく、あるいはその先駆者として生きていくというふうになった時に話が違うと思います。おそらくですね、皆さんのお子さんとかなんかを含めて、こう高校時代に留学をしたいなんていう気持ちがメラメラと湧き上がってくるようなタイプの人たちっていうのは、何らか未来を自分で切り開いていけるタイプの人たちだと思うんですね。で、そういう人たちはどっかの時点で何らかの形で何かのリーダーになる人たちなんです。で、何かのリーダーになる人たちっていうのは、おそらくこれからは世界中の同じようなリーダーの人たちとつながっていって世界を作っていくっていうことをすることになると思います。自分の運命を切り開きたいっていうふうに思っている人にとっては世界が舞台になってくると思うし、日本にいても世界の人たちとつながって仕事をしたり遊んだりってことが出てくると思います。で、そういった国とか言語とか文化が違う、あるいは経歴が違う、経験が違う、そういう人たちが集まって一緒に考えて何かを成し遂げるっていうことは楽しいことなんだっていうことを日本人はもっと知る必要があると思うし、おそらく多くの人たちが実は気がついているけれども十分にできていないことなんじゃないかと思いますけどね。